見える開花メルマガが。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。今日はですね、タイトルの通り、付き合っていた時よりも今の方が幸せですと、えー、夫婦がですね、えー、そういったことあるのかなと思うんですが、実は我が家がそうなんですけども、昨日もですね、えー、そのような本当にこうありがたいお話をいただきました。早速そのお話から入っていきます。画面の共有です。 付き合っていた時よりも今の方が幸せですもう超ありがたいことですね。昨日です、ね、あの京都在住のご夫婦はです、ね、もうお子さんが5人もいらっしゃるんですけどもその方とですね、お話しさせていただきましたで2年ほど前からですね、その旦那さんの方が通例ーーセミナーとかですね、セブンウィークセミナー第5期の方にご参加くださいましてですごくこう変化してくださってですね でまあ、いろんな過去のことを思い返しながらこうおかげでにこうどん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 変えてきながらすごくこう毎回こう涙してくださってです、ね、私たちもこうみんなもらい泣きするほどだったんですねこんな感じなんですけどもすごくもう超感動的 <laughs> でしたで次の機会ですね第6期の方には奥さんがですねセブンウィークセミナーにです、ね、私も行きたいっていうのでね来てくださいました で昨日は1歳のお子さんをです、ねえー、連れて、旦那さんが運転してきて、奥さんをです、ね、会場までこう連れてきてくださるほどの関係なんですけれども、でお二人がです、ねこのまあ、一緒にこうお昼食べさせてもらったときに、 間にこう、1歳の男の子ね、置いておいて、で、夫婦がこう、やり取りをしてるというかな、この空気感がですね、すごくこう、いい感じで、でかつてはすごくこう、お互いに悲しい思いをされていた関係ではあったんですが、すごくこう、エネルギーが一緒で、こう、柔らかくてですね、私が聞いたんですね、あの、付き合ってた頃にも幸せでしょって聞いたら、お二人とももう、ですね、 もう今が本当一番幸せですというふうに言ってくださいましたでこういうふうにねこういう関係になれるぐらいにもう旦那さんの方がすごくこうご自身向き合ってくださってでそれと同時に奥さんもですねどん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 向かい合ってくれてで会画がそこをですね携わらせてもらってるとであと会画のトレーナーさんがですね、えー、旦那さんの方ににずっとこう長い間感謝業を続けてくださってですね、えー、その経過もあって本当にこの素敵な関係ですね 状態でしたこの付き合っていた頃よりも今が最高幸せということが本当にこうありがたいことにうちもですねあの付き合ってた時もすごく仲良かったんですが結婚してからある時だーってこうだん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 ,だんあの私の男性性の悪い側でですねで「俺こんだけやってるじゃん」みたいな感じのでどん,どん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 妻が悲しい思いしてたんですけどもあることをきっかけにですね本当にこの 私がです、ね、この本当にこう大切にするというふうにしてです、ねまあ、いろんなことがあっての今があるので本当にこの毎日毎日一緒にいられることが幸せな状態です、で昨日沖縄の方もです、ね、そのようなことをおっしゃってくださいまして夫婦関係がどんどん良くなる形ですね。 でその前、昨日月曜日で、その前の土日がですね、2D セミナー、オンラインでやっておりました、ズームでですねで。そこでも本当いろんな感動の嵐でですね、えー、感想をいろいろいただきました。慢性的に肩が痛かったのに、ここがですね、1日終わったらいつの間にか肩の痛みがなくなっていたと、ズームでやってるのにですね、オンラインでもこうしっかり響く、伝わった2日間です。 いかに私が日頃見えるものだけを認識していたかに気づかされました。世の中には見えないけれど自分を作っていたり支えていたりする大切なものがあります。でそれは細胞一つ一つであったり自然なエネルギーであったり他者からの愛情であったりします。そのことに気づいたことでさらに自分以外のものに愛おしさを感じることができました。まさにパラダイムシフト。今までと考え方が大きく変わりました。これからの長い人生を過ごすにあたって このタイミングで受講することができて本当に良かったです。今が明日が未来が本当に楽しみになりました。素晴らしい2日間ありがとうございました。という形で20代の男のあの男性ですね。本当にこう若いのにご参加いただきました。で、2日セミナーは3回目の受講ですが、その都度新たな発見気づきがあり密の濃い有意義な時間でした。 3回目の 2D ーーセミナーをタイムリーに受講できたことは、まさに必要な時に引き寄せた量子力学的生き方を再認識できた貴重な時間でした。忙しさの中で忘れかけていた無限の愛と感謝、ウィズコロナでも進む道が見えてきました。で今回の 2D ーーセミナーの受講には何も変え難い価値がありました。うん、大ちゃん先生、トレーナーさん、ありがとうございます。えー、東京都の50代の女性の方です。すごくすごく良かったです。と で他にも量子力学を広げていらっしゃる方おられますがたまたま大ちゃん先生に目が留まり生き生きしていらっしゃるのに惹かれましたありがとうございますでどんな方にもおすすめですちょっとアニメーションが違いしますしねとてもとても深い2日間ありがとうございました理論的に理解できるのでとても分かりやすいです今まで葛藤していた部分やなかなか解決できなくてもやもやしていたところがクリアになりましたとどんな方にもおすすめですありがとうございます静岡県の30代の女性の方です 先生の5本やメルマガの文字で学ばせていただいたことを直接声と映像とディスカッションを通してより深く認識することができたような気がします中でも自分を大切にしていない時があるなということを気づかせていただきました天命に関してはいまだに気づけませんが愛と感謝で生きていくことで少しでも笑顔の人が増えゼロポイントフィールドとつながれる人が増えるといいなと思います自分では変われた実感がありませんが変わったとおっしゃってくださった先生やトレーナーさんの言葉を信じて 明日からの毎日を楽しみにしています。静岡県の60代の男性の方です。受講後、世常や個人的に起こっている問題について不安に意識が向かなくなっている自分がいます。これまで心理学や量子力学、自己肯定感のことなど、興味深く学んできて漠然と分かっていたことが、具体的に理解できたことが今回たくさんありました。根底が分かったことで実生活にも活かせます。 ゼロポイントフィールドのことを知ると知らぬので人生が大きく変わるということを確信できたことが何よりも大きかったです。お伝えいただいたことを思い返せば感想が書ききれません。ありがとうございます。それほど濃くありがたい内容でした。塚君、本当にありがとうございました。ぜひまた再熟させていただきたいと思います。大阪の50代の女性が、ね、3回目ですかね。4回目かな。本当にこう毎回ご来場いただきましてありがとうございます。 でたった2日間で,です、ね、なんかこうアコーディオンの開いたところにうわーっとこう人生全部2日分の中に入れちゃってで感謝の波をかけてフィッと閉じて自分の中に入れるというような感じで,で,す、ね、で時間をこう伸び縮みというか時間はそもそも存在していないんですがその中にこう自分の高い振動数を入れるというような感覚だなというふうに終わる頃にですに、ね、感じました。 で時間ってそもそも存在していなくて脳が作り出しているものですどういうことかちょっと難しい言葉で言うと私たちの脳はコンピューターと違って時間計測機能がないそうですで無意識下には大量の情報がこう入ってきてるんですけども自分がこう認識した時臨界点この溜まってきた無意識下に溜まってきたもので初めてあ気づいたあ誰かがいたあボールが来たみたいな感じに。 そそのの気づきの数でで時間をカウントしてるそうなんですねだからたくさんの処理をバーンってしてると時間がいっぱい過ぎるけどやることねえなーみたいにこう認識がないと時間カウントが少ないというのを脳みそがやってるそうです。でアインシュタインもですねもう時間が過去現在未来全てが今に畳み込まれてますよということをおっしゃってるんですが物理学の価値を信じるような私は 過去、現在、未来の区別が永続的な幻想、幻に過ぎないと、時間幻ですよと、現実なんて幻に過ぎないんですが、とても永続性、続いているように見えちゃってますよということを言っています。もう素粒子はその瞬間しか存在してないですね、瞬間と瞬間の間にあの何もない、瞬間しかない、それを脳はつながってると見えちゃってるみたいな。 アニメの映画みた,いな、ま、みたいな感じでパラパラ漫画がずっとつながっているように見えるけど、実はいつも駒送りになってますよというようなのがこの現実ですよとで。時間も振動数です。すごくこう集中していると、こういう濃い時間です。で、やることないな、暇だなっていうと、こういう伸び,た伸びた時間になってしまうと。 昨日のうの、ねえー、第6期のセブク x の方々にも、このところのお話をさせてもらって、もっとこ細かくですけども、させてもらって、こういかにこう2時間の中に凝縮して入るか、集中するか、わくわくで入るか、そうすると、処理能力とか、この過去をいかにこう高めるかということも、過去にこういう高い波をかけると。だけど同じ2時間でも ボワーとなんとなく時間を潰すような感じになっていると処理速度とかが全然こう少ないと処理量ですね。でですね、この本当にこう2日間で素粒子層から変化する開花のオンライン通電セミナーですね。11月と12月だと1回ずつあるんですが、奇跡も素粒子化から見ると当たり前だと。科学で体感したい いう方だったり自己肯定感高い人間になりたいとか量子力学を深めたいとかですねこのミッションを感じたいとか人生をどんどん動かしたいという方にですねこの11月12月は Zoom 開催で行っておりますで Zoom ゆえにですねあの途中で電波の状況で途切れちゃう方もいらっしゃるので後日動画をですねその2日分の動画を送っていますここれははオンンラインででありえないことないとんですが オンラインは録画なしでとにかく場に入ってもらうと。で、あ、オンラインじゃない、会場ですね。会場がその撮影なしでやっているので、この場の空気感を感じてそこで入ってもらうと。で、ズームはズームで、この目の前でこう、動画が広がっていきながら、この録画を再確認できる形ですね。世界中、オンラインのメリットが、世界中どこでも目の前に講師がいて直接話しかけてくれる感覚がある。 目の前で開花セミナー独自のパワーポイントが繰り広げられる。家から出られない状況の方でも参加できます。と、交通費、宿泊費がかからないということですね。これはでかいですね。で終わったらすぐ家に帰れると。家のままですねで。人生が軽やかになれば、本当にそれだけ自分が出すフォトン、バイオフォトンがよくなって、家族関係も職場関係も 経済状態もますますす良くなってきますで本当にこの一緒に家にいてる人が一緒にいると幸せだなっていうことを感じられると免疫力もすごくこう上がって病気にもなりにくくなるんですね。で私は本当にこう毎晩こう ママ妻と、ね、一緒にいられて本当にこう幸せだなあ、じわーっとありがたいなというのをです、ね、本当にこう感じるんですね、そうじゃない時を分かっているので,で、どうやると関係が壊れて、どうなると関係が良くなるかというのが分かるので、そうやってこう意識的に関係を作りながら、本当にこの好,き好きを超えた愛です、ね、のところがすごく重要だなと感じております。ぜひ皆さんもです、ね、自分のの職場の方とか ご家族の方とか、えー、自分の、ね、本当に近しい方に素敵な愛で広げていっていただければと思います、そうやってぜひです、ね、日々日々、瞬間、幸せを感じていると、えー、免疫力が上がって、病気にもなりにくくなるとで、コロナウイルスがちょっと入ったとしても、その免疫力でコロナを取り込んで、自分のです、ね、DNA にこう取り込んで、書き込んでくれるということにもなってきますので、ぜひそうやってです、ね、えー、幸せをたくさん味わっていっていただければと思います。 よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。